今シーズンからアルビレックス新潟の指揮を取る松橋力三監督と、新たにチームに加入した一平篠塚選手など3人が、新潟市の中原弥一市長を表敬訪問しました。昨シーズンはリーグ6位で終えたアルビ。中原市長は、今シーズンこそはチーム一丸となって、市民県民の夢である J1 昇格を叶えてほしいと激励しました。僕はアシストだったり得点だったりという形でチームに全力で貢献します。スタジアムとかもすごい人も入るって聞いてるので、すごい早くプレーするのが楽しみです。アルビは今月17日から高知県でキャンプを行います。